斉藤元彦知事をめぐる告発劇、その驚くべき展開をご存知ですか。今回の動画では兵庫県知事斉藤元彦氏に関する一連のスキャンダルを徹底解剖します。2024年3月、兵庫県西原場県民局の元局長が斉藤知事に対する告発文を報道機関に配布し、告発内容には知事のパワハラ行為や公職選挙法違反などが含まれていました。この告発に対し斉藤知事は元局長を停職3ヶ月の処分とし、さらに法的措置を進めると発表しました。しかし事態は思わぬ方向へ進みます。7月7日、元局長が自宅で自ら命を絶つという衝撃的な出来事が発生。これにより県内外での批判が高まりました。さらに阪神オリックスの優勝パレードをめぐる新たな疑惑も浮上。兵庫県職員が過度な負担を強いられ、その中で H 課長がうつ病を発症し自ら命を絶つ事態に至りました。このパレードの運営費はクラウドファンディングと協賛金で賄われましたが、その過程で多くの職員が過酷な労働を強いられました。これらの出来事を受け、県職員労働組合は斉藤知事に辞職を要求し、副知事の片山康隆氏も辞職を表明しました。しかし斉藤知事は辞職を否定し、職員との信頼関係の再構築を主張。維新の内部からも知事への批判の声が上がり始めています。この動画ではこれら一連の出来事の詳細を追い、兵庫県政の現状とその背景に迫ります。斉藤知事の今後の動向、そして県政の立て直しに向けた具体的な取り組みなど、注目すべきポイントが満載です。ぜひ最後までご覧ください。それでは斉藤元彦知事の告発から始まった悲劇について詳しく見ていきましょう。2024年3月、兵庫県西原場県民局の元局長が斉藤元彦知事に対する告発文を報道機関に配布しました。この文書には斉藤知事によるパワハラ行為、公職選挙法違反、県内企業からの贈答品の受け取り、さらには阪神オリックスの優勝パレードにおける不正行為など多岐にわたる内容が含まれていました。告発文書の中では斉藤知事の自宅や個人的な好き嫌いについての情報も記載されており、知事のプライベートにまで踏み込んだ内容となっていました。この告発は県内外に大きな波紋を呼び起こし、特に SNS 上では多くの反応が見られました。勇気ある行動だ、真相究明を、公益通報者保護法はどうなっているのかなど、多くの県民や視聴者から支持や疑問の声が上がりました。公益通報者保護法は、労働者や退職者、役員が勤務先での法令違反を認識し、報道機関や行政機関などに通報した場合、その通報を理由に解雇やその他の不利益な取り扱いを受けないようにするための法律です。この法の存在にもかかわらず、元局長の告発に対する反応は大きな議論を呼びました。斉藤知事は元局長の告発を全面的に否定し、嘘800と一蹴しました。さらに斉藤知事は元局長に対して被害届を提出し、法的措置を進めることを明言しました。この対応は県内外で大きな反響を呼び、元局長の勇気ある行動に対して賛同する声が広がりました。しかし斉藤知事の強硬な対応は元局長に対する批判の声を一層強める結果となりました。県は元局長に対して停職3ヶ月の処分を下しました。その理由の一つに公用パソコンの指摘使用が挙げられました。この処分に対しても県民や職員からは疑問の声が上がりました。内部告発者を保護すべき立場にある県が逆に告発者を処分したことは多くの批判を呼びました。元局長の告発を受けて兵庫県議会は6月13日に百条委員会の設置を決定しました。7月19日には元局長が証人として出頭する予定でした。百条委員会は地方自治法に基づき設置される特別委員会で、証人の出頭や記録の提出を請求する権限を持っています。この委員会の設置により告発内容の詳しい検証が期待されました。元局長は6月末の取材に対し、百条委員会で語ることが兵庫県の未来のためになると信じていると
前向きな姿勢を示していました。多くの人々が彼の証言に期待を寄せていましたが、その後の展開は誰も予想しないものでした。次は懲戒処分と百条委員会の設置についてです。斉藤元彦知事の告発を受けた元局長に対する対応はさらに多くの注目を集める結果となりました。斉藤知事は元局長の告発を嘘800と一蹴し、被害届や告訴を含めた法的措置を進めると発表しました。これにより元局長に対する批判と非難は一層強まりました。同時に元局長に対して停職3ヶ月の処分が下され、その理由の一つとして公用パソコンの指摘使用が挙げられました。この処分は内部告発者を保護すべき組織が逆に告発者を処分するという事態を引き起こし、多くの県民や職員から疑問と批判の声が上がりました。この告発と処分の波紋は兵庫県議会にも大きな影響を与えました。告発内容の真相を究明するため、県議会は6月13日に百条委員会の設置を決定しました。百条委員会は地方自治法第百条に基づき設置される特別委員会で、証人の出頭や記録の提出を請求する権限を持っています。この委員会の設置により、告発内容の詳細な検証と真相解明が期待されました。7月19日には元局長が証人として百条委員会に出頭する予定が組まれていました。元局長は6月末の取材に対して、百条委員会で語ることが兵庫県の未来のためになると信じていると前向きに語り、多くの人々が彼の証言に期待を寄せていました。しかし元局長が証言をする前に、事態は急転直下の展開を見せました。7月7日元局長が自ら命を絶つという衝撃的な事件が発生しました。この出来事は多くの人々に衝撃を与え、 SNS 上では悲しみと怒りの声があふれました。内部告発者を守るべき社会の在り方に疑問を投げかける声が多数寄せられました。元局長の死は百条委員会への対応による心理的な負担やプレッシャーが影響していたのではないかと推察されています。元局長は7月初めに弁護士を通じて百条委員会に対し、内部告発と無関係の部分は公開しないよう求める申し入れ書を提出していました。実は6月14日の百条委員会の初会合で、維新の県議から元局長の公用パソコンのデータ全ての開示を要求する発言がありました。これに対し元局長は私的な情報の保護を求めていたのです。さらに複数の県議や職員によれば、同じ頃に維新の県議から元局長を吊るし上げてやるといった発言を聞いたという証言もありました。こうした状況が元局長を追い詰めていった可能性があると考えられています。斉藤知事への批判はさらに強まり、県職員労働組合は7月10日に斉藤知事に辞職を要求しました。これにより事態は新たな展開を迎えることとなりました。次は衝撃の訃報と新たな疑惑についてです。7月7日兵庫県西春場県民局の元局長が自宅で死亡しているのが発見されました。警察の調査により自殺と断定されました。このニュースは瞬く間に広がり、多くの人々に衝撃と悲しみをもたらしました。 SNS 上では、内部告発者を守れない社会でいいのか、組織の論理が人の命より大切なのかといった声があふれました。元局長の死の背景には、百条委員会への対応による心理的な負担やプレッシャーがあったのではないかと推察されています。元局長は7月初めに弁護士を通じて百条委員会に対し、内部告発と無関係の部分は公開しないように求める申し入れ書を提出していました。この申し入れ書には私的な情報の保護を強く求める内容が含まれていました。さらに昨年11月に開催された阪神オリックスの優勝パレードをめぐる新たな疑惑が浮上しました。このパレードは大阪・関西万博の PR に利用され、運営費5億円がクラウドファンディングと協賛金で賄われました。しかしその過程で兵庫県職員が過度な負担を強いられたことが明らかになりました。特に兵庫県民生活部総務課の H 課長は協賛企業や
関係各所との調整を担当しており、過酷な労働環境の中でうつ病を発症しました。 H 課長は今年1月から休職し、4月1日付で県の外郭団体に出向しましたが、その直後の4月20日に自宅で命を絶ちました。告発文書には、 H 課長に関してこの一連の不正行為と大阪府との難しい調整に精神が持たずにうつ病を発症し、現在病気療養中と記されていました。しかし、H 課長の死は県の不法データベースに掲載されておらず、県議会での質問に対しても知事側近の上司は、現時点では何も答えられないと繰り返すのみでした。この対応は県政の隠蔽体質を疑わせるものとして、さらなる批判を呼びました。これらの出来事を受け、県職員労働組合は7月10日に斉藤知事に辞職を要求しました。労働組合は、内部告発者が守られないのは組織としておかしいと主張し、知事の辞職を求める方針を示しました。さらに7月12日には、斉藤知事の側近である片山康隆副知事が制度の停滞と混乱を理由に辞職を表明しました。片山副知事は過去5回にわたり知事に辞職を迫ったことを明かし、知事も私と一緒に退職するお考えはありませんかと述べたことを会見で明らかにしました。これに対し、斉藤知事は職員との信頼関係の再構築を主張し、任期を全うする意向を示しました。しかし、この対応に対しても多くの批判が集まり、県政与党として斉藤知事を支えてきた維新の中からも、やっぱり斉藤知事はおかしい、もう斉藤知事では持たないという声が上がり始めました。これにより事態はさらに混迷を深めることとなりました。最後は揺れる県政と隠蔽疑惑についてです。斉藤元彦知事の一連の騒動に対する反応は県内外で激しく広がり、県職員労働組合が7月10日に知事の辞職を要求しました。労働組合はもはや県民の信頼回復が望めない状況だとして、知事が最大限の責任を取るべきだと訴えました。これに続き、7月12日には斉藤知事の側近である片山康隆副知事が辞職を表明しました。片山副知事は知事に対して過去5回にわたり辞職を迫ったことを明かし、知事も私と一緒に退職するお考えはありませんかと繰り返し尋ねたことを会見で説明しました。一方、斉藤知事は辞職を否定し、職員との信頼関係を再構築した手直すのが私の責任の取り方だと述べ、任期を全うする意向を示しました。しかし、この対応に対しても多くの批判が集まりました。記者会見で斉藤知事は元局長の死について、百条委員会への対応など心理的な負担があったものと推察されると述べたものの、具体的な心理的負担については明言を避けました。また H 課長の自殺についても個人情報を理由に詳細を明かさないとし、多くの批判を招きました。斉藤知事を支えてきた維新の中からも批判の声が上がり始めました。やっぱり斉藤知事はおかしい、もう斉藤知事では持たないといった声が取材で明らかになり、維新の内部でも知事の去就が議論されるようになりました。斉藤知事は2021年に初当選した新知事で、大阪以外で初めて誕生した維新の知事として注目を集めていましたが、一連の出来事によりその手腕と資質が厳しく問われることとなりました。今回の一連の出来事は単なるスキャンダルにとどまらず、組織の在り方やリーダーシップの問題、そして人命の尊さについて深い問いを投げかけています。SNS 上でも、組織を守るために個人を犠牲にする構造を変えなければ、内部告発者保護法の見直しが必要ではないか、政治家の責任の取り方を問い直す時期に来ているといった意見が多く見られました。兵庫県庁で起きたこの悲劇は現代社会が抱える深刻な問題を反映しており、次なる展開に多くの人々が注目しています。さらに百条委員会の調査結果や斉藤知事の今後の動向、県政の立て直しに向けた具体的な取り組みなど多くの課題が山積しています。兵庫県民や日本国民全体がこの問題に注視しており、今後の展開に関心が高まっています。今後の調査結果や知事の対応次第では、
さらなる波紋を呼ぶ可能性があります。斉藤知事がどのような形でこの事態に対処するのか、多くの人々がその動向を見守っています。今回の動画では、斉藤元彦知事にまつわる一連のスキャンダルについて詳しくお伝えしました。元局長の告発から始まり、斉藤知事の対応、百条委員会の設置、さらに元局長と H 課長の悲劇的な死まで、多くの衝撃的な出来事が明らかになりました。特に、元局長の死後に浮上した優勝パレードの疑惑は、兵庫県職員に対する過度な負担を浮き彫りにし、知事の責任を問う声が一層強まっています。今回の一連の出来事に対し、視聴者の皆さんはどのように感じましたか？コメント欄であなたの意見や感想をぜひお聞かせください。また、斉藤知事の今後の対応や百条委員会の調査結果についても注目していきたいと思います。次の動画では、これらの続報や新たな展開についてもお届けする予定ですので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。動画をご覧いただきありがとうございました。このスキャンダルが示す問題は、地方行政の透明性やリーダーシップの在り方について再考を促すものであり、私たちが直面する課題を浮き彫りにしています。視聴者の皆さんと共に、この問題について深く考えていきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは、次の動画でお会いしましょう。